はい、戦国武将彦武田勝頼子、長篠の戦い、設楽原の戦い、配送ルート、武雪城に来ています。ここまでに、ね、逃れたということで、まあ、本来あの、田峰城というのがあってですね、そこの菅沼氏が、まあ支配してたんですが、その市場になるんですね、こちら。まあ、あの田峰城も規模大きいですけど、ここもですね、まあ、今は街中が大きいんですけども、そのすぐそばにある、割にはですね、まあ、三の丸、二の丸、本丸と、まあ、ここに簡単にね、書いてありますけど、まあまあの規模ですよね。まあ、奥平氏がね、やっぱり、まあ、なんですかね、ネックというか、そもそも武田のね、家臣になってたわけですから、まあ、武田か徳川かというところで、結局徳川を選んで、奥平家としては、まあ、正解だったんですけど、まあ、ここの地域はですね、最後、奥平信政が治めてて、まあ、家康公が関東に移るときにですね、三河を離れましたので、その時向こうへついていったということで、まあ、ここにもね、山が三宝主とか書いてありますけど、まあ、山国ですから、まあ、それこそね、まあ、大変な土地柄ですよ。海もないですしね、山中の城ですから、まあ、武田軍がこういうところを攻めるのは得意ですからね、武田に屈しなくてやっていけるかとなったら、それは奥平方から見たら大変なことですし、また武田から見たらですね、その三河攻めの先鋒、三河もしくは尾張美濃を見据えてのですね、先鋒ということで、当然期待してた人たちですからね、やっぱ裏切りにあってしまったということですね。でここは武雪城の、最後の本丸と書いてあるところ、穴木場大権現がありますけど、それと今見てたのは慰霊碑ですね。この地で亡くなった人たちの慰霊碑で、山頂は特に何か、例えば櫓みたいなのが立ってるとかそういうことではないんですけども、まあ、一応、まあ、お社というか、のろし台の跡地ということで、まあ、この建物は直接は関係ないんですけど、後世建てられた、ここに書いてますね、まあ、物見台、のろし台、まあ、ここでのろしを開けてですね、武田軍は、まあそのまあ、今、まあ、町移しちゃえばこういう感じですけど、結構遠くまで見えましたからね、かなり目立つのろし台ではなかったでしょうか。でここはここに上り出てないですね、勝頼公ゆかりのっていう綺麗な上りがねあって、あとここは、まあ、武将院、御城院集めてるわけじゃないんですが、竹だけのものは全部揃えてますので、いただいていこうかなと。これだけなんですけどね、まあ、山城っていうか丘の上に、市街地の上に立ってる平山城、うん、まあ、山城なんでしょうけど、まあ勾配は少ないですよね。今見えてるのが道の駅の駐車場ですけど、そこから歩いても10分ぐらいで来れますんでね、勝頼子はここまで逃げてきたということで、お城の紹介と合わせてしました。武雪城でした。